さて、ゆっくり霊夢と学ぶガンダムモビルスーツ開発志向座第10回始めていくか。第10回おめでとう。やっと2桁だな。2017年に動画をアップロードをしてから随分経ったな。そうだね。はじめは、ある、お二方のガンダム解説動画をきっかけに、解説動画を作ってみたいなというところから始まり、先輩のレインさんの後押しと手伝いがあって生まれた動画だが、生放送で相談や雑談に付き合ってくださった方々、そして今この動画を見てくださっている方々のおかげで、ここまでやってこれたぜ。投稿するときは、こんな動画誰も見ないだろうなと思ってたもんね。そうなんだぜ。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。宇宙世紀はまだまだ200年、いや1190年と続くが、頑張っていくんだぜ。頑張ってね。おう。じゃあ今回も始めていくか。そうだね。前回はどこまで話したっけ？ジオン公国が地球侵攻作戦を開始して、マスドライバー基地を制圧。マスドライバーで地球に戦略爆撃を開始。その裏ではモビルスーツのアドバンテージを維持するために、エリオット、レムの R 型開発計画がスタート。それをマクベが潰そうと、連邦軍のマスドライバー破壊作戦の、スワローウルフ作戦で、新、松永が東野の死体を連れて帰ったことを利用して、脅すけれど、断られたから、R 型開発計画を認めた上で統合整備計画を開始したところだね。そうだったな。さて今回から地球侵攻作戦が本格的に動くことになるんだぜ。うん。2月7日に地球侵攻作戦開始で、月の埋設型マスドライバーを用いて、多数の巨大岩石を投射。地球連邦宇宙軍のスワローウルフ作戦で施設が破壊されるまで、ユーラシア大陸で、地球連邦軍最強を謳われた地上部隊、その他各地、軌道上の太陽発電衛星が大打撃を受けたんだぜ。前回の内容だね。そして、マスドライバー施設の破壊後、宇宙世紀 00793 月1日、第一次降下作戦が実施されるんだぜ。とうとう地球を制圧しに行ったんだね。ジオンに兵なしの演説によるまでもなく、ジオン公国と連邦の間に存在する国力の差はあまりにも巨大で、地球全土の制圧など、無双に過ぎず、即座に地球を制圧しようなどと考えていたわけではないんだぜ。じゃあ何が目的だったの？最大の目的は、レアメタルと化石燃料の確保だぜ。なるほど。コロニー国家であるジオンでは手に入らないもんね。ああ、公国は共和国時代より、ジオン、大君の説いたコントリズムに基づき、地球政府に依存しない国家体制の確立を目指しており、資源採掘用の小惑星の調達や、コロニーの改装、補修を独自に行っていたんだぜ。宇宙世紀の歴史解説動画で言ってたね。軍事的独立の確保には兵器の自国調達が必要とされたため、重化学工業技術、生産力両面においても他のコロニーを抜きんでていたんだぜ。連邦政府と戦争しようというだけあってさすがだね。熱核反応炉の稼働に必要なヘリウム3さえも、独自に木星船団を組織し、確保するという入念さだったが、そのような方策を行おうとも、絶対的に不足しているものが、地球でしか産出し得ない、レアメタル類と化石燃料なんだぜ。戦争の長期化が必至となった段階で、いずれ、公国からこれらの戦略物資が不足し始めるのは明白だもんね。そうなんだぜ。それに南極での条約交渉に先立って、議連は連邦に対して、必要とならば何個でもコロニーを落とすと述べていたんだが、実際は恫喝に過ぎず、公国宇宙艦隊には3度目のコロニー落としを行うだけの戦力は残されていなかったんだぜ。そうなんだ。連邦軍の宇宙における最大の拠点、ルナ2を制圧し得なかったし、一年戦争後期に至るまで大規模な艦隊の移動を行うこともなかったんだぜ。南極条約でコロニー落としが禁止されなかったとしても、ジオン公国軍が積極的に攻撃を行うためには、地球侵攻作戦以外の選択肢は存在しなかったんだね。そこでジオン公国は、地球連邦軍兵力の分散と、地球上の軍事施設の占拠によって、地球連邦軍の戦力と組織の立て直しを遅らすとともに、レアメタルを主とする地上資源を確保し、長期戦に備えるという二つの戦略目標で作戦の実施を決定したんだぜ。地球侵攻をするなら今がチャンスだったんだね。そして2月4日13時40分に、
広告本土と建設途上のソロモンから発進した艦隊が、地球の衛星軌道に到達。連邦の宇宙艦隊もルームでの戦いでボロボロだろうけど、よく来れたね。ああ。艦隊は完全に正中圏を確保していた。月の裏側の中域を選んだこともあり、連邦軍の攻撃をほとんど受けることなく地球低軌道まで到達できたんだぜ。なるほどね。艦隊は、チベ級高速重巡洋艦、無砕級軽巡洋艦を中心として編成され、HLV、HRSL、シャトル等を牽引、また破船体へ装着していたんだぜ。装着なんてできるの？無砕は左右に張り出した後部エンジン区画の間に HLV を装着することが可能だぜ。あのスペースにそんな使い道があったのか。第一次降下作戦に投入されたのは、地球方面軍第一地上機動師団であり、降下作戦の指揮はドズルが行い、最初に地上にキスをした者には最上級のワインを俺がおごるぞという言葉とともに、地球方面軍の降下部隊を送り出した。部下を鼓舞したんだね。降下の際に衛星軌道上より、ミノフスキー粒子を最大濃度で散布。連邦軍はレーダーによる捕捉、電波誘導の迎撃ミサイルの使用が不可能だったんだぜ。HLV や HRSL の降下地点を特定するのも現実的ではないよね。その通りで、月軌道付近から地球低軌道への広告艦隊の接近こそ調査できたものの、降下軌道までは予測できなかったんだぜ。そうだよね。そして降下に成功した HLV 等の数は400以上。そのうち迎撃されたものは32機しかなかったんだぜ。すごいね。コロニー落としの被害、マスドライバーによる地表攻撃の混乱等を差し引いても、この強襲を防ぐことがいかに困難だったか物語ってるね。で、どこに降下したの？この時降下したのは、中部アジア地区の天山山脈北部のバルハシコ、およびアラル海。攻撃目標とされたのはこの地域の連邦軍と、バイコヌール宇宙基地なんだぜ。なんでバイコヌール宇宙基地なの？バイコヌール宇宙基地は、中央アジア最大の宇宙基地で、黒海沿岸のオデッサを中心とした、中央ロシア丘陵の工業エリア制圧の足がかりと同時に、宇宙との回路として利用しようとしたんだぜ。なるほど。本国、グラナダからの補給を安全に行えるだけでなく、鉱物資源を容易に大気圏外へ打ち出すことが可能になるわけだ。もともとは宇宙引っ越し公社の管理する、アーティ・ジブラルタルのマスドライバーを占領しようとしたのが変更されたんだぜ。そうなんだ。そして、この時戦力として、兵員3200人、モビルスーツ230機、戦闘車両が380両であり、この時のモビルスーツは大半がザク 2F 型を、そのまま降下させたものだったんだぜ。あれ、J 型80機作られているのになんで F 型なの？この時には J 型は間に合わなかったんだぜ。そうなんだ。さらに、ドズルは衛星軌道上の艦隊に対して、軌道爆雷による降下部隊の援護射撃を命じるんだぜ。これにより、もともと士気の低かった連邦軍は抵抗力を失い、バイコヌール宇宙基地の制圧と、広告軍地上部隊の進行を許すこととなる。ジオン軍は地球での戦闘は初めてだったけどどうなの？降下部隊は重力下での戦闘訓練とシミュレーションを兼ねてより行っていたんだぜ。だけど、宇宙空間の 1G はコロニーのような特定の場所にしか存在しないんだよね。そうだぜ。そのために当初は実戦と訓練の差に戸惑う兵が多かったんだぜ。しかし連邦軍の抵抗が微弱であったこともあり、その隙を突かれることなく作戦を成功裏に進めることができたんだぜ。完全に奇襲だから対応しろって方が難しいもんね。制圧に成功した第一地上機動師団は、バイコヌール宇宙基地を利用し、戦闘車両や航空機を地上へ降下。HLV や大気圏応換機能を持つシャトルは、共闘歩とされたバイコヌール宇宙基地より大気圏を離脱。地球低軌道に待機した広告艦隊より兵員や兵器を受け取り、幾度も大気圏への突入と離脱を繰り返したんだぜ。戦力を地上へ降下させる作業をしたんだね。そして、この時に降下した F 型は、オーバーホール時に陸戦用の、MS-06J、ザク 2J 型に改修。2種類目のザク 2J 型になっていくんだぜ。2種類目のザク 2J 型？前回の J 型の解説の時はわざと省いたんだぜ。そうなんだ。前回解説した J 型はどこで作られたか覚えてるか？宇宙だね。そうだぜ。ザク 2J 型は3種類あり、
一つ目は、コロニーや月の疑似環境で製作された機体。で、今回の、F 型から回収した簡易 J 型。三つ目はな、また今度機体が出てきた時に話すんだぜ。気になるところで、通常の J 型と F 型からの回収の簡易型の違いって何なの？これから、それを前回の時に説明してなかった、細かい J 型の仕様と一緒に解説していくんだぜ。うん。純正の J 型と簡易 J 型は、基本的には同じだが主に、各部のシーリング、ハッチのロック機構が違うんだぜ。なるほど。詳しく話していくぜ。うん。まずは頭部。J 型の頭部は基本的に F 型と同じだが、J 型のモノアイは、受光部の半導体端末と計測系のソフトが刷新されており、赤外線センサーの精度も向上されているんだぜ。これは、宇宙空間やコロニー内ではさほど問題にならない大気層の存在に対応した改造なんだぜ。次は腕部と脚部。こちらも基本的には F 型と共通。だが、各部に軟質素材でコーティングし、シーリング処理が施されているんだぜ。マニピュレーターは携帯するオプションに、常に 1G の重力負荷がかかっている、という条件に対応したソフトウェアが新たにインストールされたんだぜ。地上で物を持つということは、そのものにかかる重力も計算しないといけないんだね。そうなんだぜ。脚部は、F 型であったサブスラスターやアンバックシステムがオミット。サブスラスターに使用されていた空間に、陸専用に新たに開発された大気センサーと、IO ポート機能を合わせ持つハードポイントが増設されているんだぜ。ミサイルポットなどの武装は、こうやって制御しているんだね。そうだぜ。ただ簡易 J 型には各部のシーリングは施されていないんだぜ。マニピュレーターのソフト更新と、脚部の空きにセンサーとハードポイントの追加だけなんだね。そうだぜ。で、最後が胴体。J21M3ESJ 型に換装。F 型の熱核反応炉と同じ系統で非常に優秀。そして主動力炉周辺の冷却機構、インテークの内部構造やフィルター、燃焼室が換装されており、冷却や排熱などに大気を有効利用しているんだぜ。これは、稼働に際してプロペラントを消費する必要がほとんどなく、移動にはもっぱら歩行が用いられるからなんだぜ。宇宙ではプロペラントを消費することによって冷却してたけど、J 型はプロペラントを消費せず大気で冷却してるんだね。そうだぜ。F 型と比べてみると変わってるのがわかるんだぜ。おお、バーニアも変わってるんだね。そうだな。F 型は宇宙での水力確保のためのバーニアノズルを使ってるんだが、J 型は地上で使う機体だから、そこまでのが必要なかったんだね。その通りだぜ。J 型は緊急時や最大戦闘機同時以外に稼働させる必要性がないため、バーニアの後継なども、F 型と比較して小規模なものとなったんだぜ。なるほどね。ここからが純正と簡易型の一番大きく変わってくるところになるんだぜ。どうなるの？ F 型のコクピットはどうなっていたか覚えているか？パート6で確か話していたよね。パイロットは左胸のエアロックを経由して、右胸のコクピットへ移動するんだっけ？その通りだぜ。J 型は重力下での使用を前提としているため、中央にハッチを設け、昇降リフトでの搭乗を行うようになっているんだぜ。それは地上で簡単に搭乗できていいね。だろ。ただ F 型からの回収機である簡易 J 型は、搭乗時には中央の突起部脇にしつらえたスイッチを押し、左胸のハッチから乗り込む形で、コクピット前面のモニターは上方へスライドする仕様だったんだぜ。コクピットを変えるとなると大掛かりな回収を行わないといけないから難しいよね。ただ転落防止用に、コクピットハッチの周辺に滑り止めとしてラバー材を貼るなど工夫はしてたそうなんだぜ。転落したら怖いもんね。それと右胸ハッチはロックされている機体が多かったらしいぜ。そうなんだ。以上でまとめるとこうだぜ。なるほど。簡易 J 型で大掛かりなのは動力炉の換装とハードポイントの増設だけで、コクピットの機構やシーリングは変更せずに、ソフトウェアを J 型のにインストールし直した機体なんだね。そうだぜ。そして特徴的なのがコクピットだと。そうだな。余談だが、F 型からの回収に時間的余裕があったわけではないため、整備士だけではなくパイロットまでもが駆り出され回収作業を行い、後の降下作戦に参加したパイロットの話では、降下直前の HLV の中でも作業が続けられたそうな。転落防止用のラバー材を貼らさせられたパイロットがいたりしたんだろうね。そのようだぜ。
笑えねえ。この J 型の話は、公式百科事典、マスターアーカイブ、機動戦士ガンダム、MSVS パイロットの奇跡。機動戦士ガンダムモビルスーツ開発記録、マスターグレード、100分の1スケール、MS-06FJ、ザク2の説明書。マスターグレード、100分の1スケール、MS-06J、ザク、バージョン 2.0 の説明書。機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーション1ザク編に載っているんだぜ。でも、漠然と考えてたけど、ザク 2J 型ってだけでも色々な種類の J 型がいるんだね。びっくりしたよ。だろうな。うん。話を進めるぜ。戦力を地上に降下。その後、戦闘部隊を2つに分割し精神したんだぜ。どう分けたの？1隊を化石燃料の確保のため、カスピ海東岸を南下、中東へ向かったんだぜ。もう1隊は？もう1隊はカスピ北岸からヨーロッパへ進行し、黒海沿岸のオデッサ周辺を制圧したんだぜ。オデッサには何があるの？オデッサは地球でも屈指の工業地帯であり、豊富な鉱物資源を産とするんだぜ。化石燃料と鉱物資源を取りに行ったんだね。そうだぜ。オデッサなども難なく制圧したジオンは、宇宙世紀 00793 月4日、資源採掘部隊が降下したんだぜ。バイコヌール宇宙基地からオデッサ制圧まで4日も経ってないんだね。そうだぜ。資源採掘部隊ということは資源確保のための部隊なの？その通りだぜ。マクベ式の部隊で、突撃機動群のキシリアザビ少将直属なんだぜ。キシリア直属ということは、地球方面軍には属さないんだね。正解だぜ。そのため、資源採掘の実態を、軍首脳部でキシリア以外に把握することは不可能であり、彼女が戦争終結後の政治力拡大のため、意図してこの採掘量を過小に報告していたと言われるんだぜ。いろいろ思惑があったんだね。でも指揮系統の異なる二つの部隊が存在してたってことだよね。大丈夫なの？それは、鉱山資源確保の面ではマクベの組織管理者としての才覚もあって、プラスに作用したんだぜ。マクベはやっぱり有能なんだね。ただし、軍事面では多くの問題を抱えており、後の戦いで影響を及ぼすことになるんだぜ。やっぱりダメだったか。そしてさらに、資源採掘部隊の降下から1週間後、3月11日、北米大陸に対する、第二次降下作戦が展開されたんだぜ。今度は北米か。そうだぜ。これは皇国軍の降下作戦としては最大級のもので、第2、第3地上機動師団、航空部隊と海洋部隊の一部、地球方面軍司令部が降下した。第1次降下作戦時は第1地上機動師団だけだったけど、今回は第2、第3も降下したとは大規模だね。そうなんだぜ。主力となったモビルスーツは、MS-06J、ザク 2J 型で、陸戦用機の生産と従来機からの回収が軌道に乗ったため、F 型は含まれていないんだぜ。ここで、やっと J 型が主力になったんだね。やっとだな。で、今回は北米の何が目的なの？今回の降下目的は、軍事、工業施設の脱出と、食料のため穀倉地帯の確保が目的だったんだぜ。確か前のパートで、北米大陸はコロニーの破片が落下してたけど、穀倉地帯とか生きてるの？ああ、北米は確かに大規模な被害を受けていたものの、大陸中部の穀倉地帯は幸いに被害は少なかったんだぜ。そうなんだね。皇国軍はこれを地上での養殖に供することを考えたんだぜ。なるほどね。降下地点は、8日にメキシコに事前陽動部隊が降下。その後、11日には東西両沿岸に降下。3カ所に降下したんだね。そうだぜ。そして、この降下の時、全員じゃないが、ゲームのジオニックフロントに登場した、闇夜のフェンリル隊や、ミッシングリンクに登場した、マルコシアス隊、MSV から、イアン、グレイデンらが参加していたんだぜ。いろいろな部隊や人たちが降下してたんだね。そうだぜ。そして、事前陽動部隊が、南米の地球連邦軍を牽制し、両沿岸部から攻撃する形で内陸部に侵攻していったんだぜ。うんうん。北米の連邦軍は大部分がコロニーの落下で被害に遭った地域へ出動し、復旧作業に当たっていたんだぜ。大部分を動かすって、本当に被害がすごいんだね。だがジオン公国軍にとっては好機で、この地域は軍事的空白地帯となっており、大した反撃を受けなかったんだぜ。
コロニー落としやマスドライバーの砲撃でボロボロなんだね。そうだな。その後、北米両岸に降下したジオン公国軍は、18日には大陸の大半を制圧し、北米は地球方面軍の中心地となるんだぜ。8日で制圧とはすごいね。特に13日に制圧できたキャルフォルニアベースがすごかったんだぜ。どうすごかったの？キャルフォルニアベースは、宇宙港、空軍基地、海軍基地、交渉を要する複合軍事施設群なんだぜ。それはジオン公国にとって大きな収穫だね。しかも、この基地は無傷に近い形で制圧され、海軍交渉に残されていた、ユーコン級潜水艦、ロックウッド級潜水艦も無傷で手に入れたんだぜ。ジオンはコロニー国家だから、航空機同様に潜水艦開発のノウハウがないだろうから貴重だね。そうだぜ。地球連邦海軍の海上戦力低下、公国軍潜水艦隊を組織することにより、ジオン公国軍の海軍力を増大させることができたんだぜ。それはでかいね。ちなみに潜水艦を鹵獲したのは、さっき名前が出た、闇夜のフェンリル隊やマルコシアス隊なんだぜ。外伝作品の舞台が絡んでくるんだね。そうだぜ。こうして第一次、第二次と降下を成功させていったジオンだが、第二次降下作戦から1週間後、3回目の降下、第三次降下作戦を展開していくんだぜ。第3回目、この降下は何が目的だったの？資源確保なんだぜ。なるほど。多数の支援部隊と第4地上機動師団が投入され、攻略地域が広大なこと、当初地域を含んだことなどから降下地点は3カ所に及んだんだぜ。第1次は1カ所、第2次は2カ所、第3次は3カ所なんだね。そうだぜ。で、どこに降下したの？インドシナ半島、ミンダナオ島、オーストラリア北岸の3カ所なんだぜ。なるほどね。支援部隊が先行する降下部隊に合流する一方、第4地上機動師団はオセアニア地域に展開。3月末には北は中国とインド、南はニュージーランドにまで進出していったんだぜ。高温多湿な上、当初が点在する環境でジオン公国軍にとって不利だと思ったけど、モビルスーツも十分に性能を発揮し占領地の拡大は順調に進んだんだね。そうだぜ。これでアフリカと南米を除いて大体の地域を制圧したね。そうだな。この段階で、ほぼ地球侵攻作戦は完了していたと言っていいんだぜ。そうなんだ。じゃあ一旦は終わりなの？いやそうではないんだが、また時期が来たら話すんだぜ。了解。この地球降下作戦の話は、公式百科事典、オフィシャルガンダムパーフェクトファイル、一年戦争全史上巻、機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーション2ジオン軍モビルスーツ、モビルアーマー編、月刊ガンダムエース2013年5月号、MS エラ、PS2 ジオニックフロント、PS3 サイドストーリーズ、ガンダムセンチュリー、に載っているんだぜ。いつも思うけどいろいろ読んでるんだね。そうだな、高校生の時から社会人になっても、ずっとガンダム関連の書籍を買い続けてるからな。今でも月に出る新刊の漫画、雑誌、ムック本はチェックして買ってるしな。それ以外にもオークションでレアな本落としたとかで喜んでたりしてたもんね。そうだな。最近ハマってるのとかあるの？いろいろあるが、この八木義先生、井野信義先生の、F90 ファステスト、フォーミュラ、工藤誠先生の、ハイグレードに恋する二人、シナリオをやっていた503が闘病中にもかかわらず過去編が完結した。藤岡健貴の、アドバンスオブゼータリブートが特にハマっているぜ。どれも面白そうだね。面白いんだぜ。よかったら視聴者さんのおすすめの、漫画、小説、設定資料集などあればコメントなどで教えてほしいんだぜ。確かにみんながどんな本を読んでいるか気になるね。まだまだ勉強中で読んだことのないのもあるしな。そうだね。そんなことを話していたら、20分回ったから、この辺で終わるぜ。今回簡易 J 型の話だけで、ほとんどが地球降下作戦の話で終わってしまったが、次回あたりから、一気にモビルスーツ開発が進むので申し訳ないんだぜ。確かにろくにモビルスーツが出てこなかったね。でもわかったよ。次回を楽しみにしてるね。次回はどんな感じになるの？次回は、地球降下作戦後のモビルスーツと、もし行けたら RX 計画について話していきたいぜ。お、連邦軍の話をやるんだ。そうだぜ。そろそろ連邦軍の超重要な作戦があるから、一気に進むぜ。それは楽しみだね。ではこの辺で。
ご視聴ありがとうございました。